10年近く前の話だけど、テレビで小麦粉にターメリック溶いて作るパックが美容効果抜群ってやってたから、試してみたら放置時間が長すぎて顔が黄色がかってしまった。照明の加減で自宅にいるときはちょっと黄色いかな程度だと思ってたら、出勤するなり上司含む数人から黄疸出てると心配されて、仕事はいいから今から検査に行ってこいと大変だった。さすがにバックで失敗しました。なんて言い出せない空気だったから。昔から疲れがたまるとちょっと黄疸出る体質ですけど、数日で治るんで大丈夫ですととっさに嘘をついてやり過ごして、数日必死で顔を洗ったのが修羅場。今でも新人の頃に頑張りすぎて黄疸出した社員って冗談交じりに紹介されるのは死ぬほど恥ずかしい。